はい、それではですね、YouTube に関しては、Google に、登録してから YouTube を使いますので、まずは Google のアカウントを作るというところから始めていきます。はい、ではまずですね、Google アカウントと、検索していただければ、Google アカウントをログインするとか出てきます。で、これ今ね、本来ここですね、アカウントができていない状態のはず、もしですね、アカウントが、もう持ってるっていう方は、そのアカウントを使っていただいて構わないんですけども、仕事用というかね、自分のビジネス用に、また新しく作ってもいいのかなと思いますので、講師をね、混合しないように、例えば、自分の仕事で使う用と、あとはその、自分のその、仕様ですね。趣味とか、そういうのを撮ったりとかしてアップロードしてると、一緒にしない方がいいので、ビジネス、これから、YouTube どんどん上げていくんだったらね、それ専用に作っていった方もいいと思いますので、そういう形で進めていきましょう。で、Google のアカウントなんですけども、これってですね、適当に、自分で大島とかね、作っていって、これユーザー名というのは、ユーザー名というのはですね、これは作る Gmail のメールアドレスを決めるということですね。ここは適当でいいです。で、すでに使用されている場合は、こういうふうに使用されていると出てしまうので、この中から選ぶか、また自分の違うパスワード、アドレスを設定してください。これは自分で決めるということですね。で、パスワードも自分で決めてください。はい、で、これは生年月日ですね。これは自分の生年月日を入れてください。で、性別と電話番号と、あと今のメールアドレスですね。このメールアドレスっていうのは、例えば後々に、この Google アカウントのパスワード忘れちゃったとか、そういうふうになった時に、このアドレスに通知されたりとかですね、パスワードを再設定したりとか、そういうふうにできますので、このメールアドレスは、必ず、ちゃんと見れるようなアドレスにして、すごい適当なメールアドレスではなくてですね、結構使うといいますか、すぐに確認できるようなメールアドレスに設定してください。で、これ付きをステップをしますと、これ全部見たらね、同意するとなります。で、アカウントの確認ですね。で、これメールは、ここに設定したメールアドレスにメールが届くと思いますので、そのメールを確認してもらって、で、そのこちら、Google を、確認する方法はこちらっていうのがありますので、そのメールをワンクリックすると、このような画面になります。ちょっとそこは割愛しますけどもね。そうすると、確認をね、メールの確認をすると、ログインできるようになりますと。はい、ログインできましたね。そうしましたら、YouTube どこにあるかと言いますと、ここの、ポツポツのところに、ここに YouTube ありますんで、ここに YouTube と。いうところですね。はい。で、ここのマイチャンネルというところで基本的に自分のアカウントをいじくっていきますと。はい。はい、最初こんな感じですね。で、一番最初にやっていただきたいのがあるんですが、まずこのアップロードっていうところを押してもらいまして、で、ここの15分を超える動画アップロードしますかっていうところがありますんで、この上限を引き上げるっていうのを必ずやってください。で、これをやらないとですね、15分以上の動画がアップロードできませんので、これは初めの方にやっておきましょう。このように、確認コードが、スマホの方に送られてきますので、それを確認して入力していきます。
YouTube アカウントが確認されましたと。で、これでですね、動画の15分の動画が上げられるようになりますので、これで最初の設定は完了になります。はい。それではですね、今回は Google のアカウントを作って、まあ、さらにですね、YouTube の方に移動して、一番最初、最低限やらなければいけない、この動画の上限の引き上げというところまでお話しさせていただきました。はい。それではですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。